政府中西会長は3日、2021年春入社の学生から就活ルールを廃止すべきという考えを示しましたが、この意見に麻生財務大臣や世耕経産大臣、経済同友会の小林代表幹事などが理解を示しています。 経団連は就活ルールの見直しについて政府や大学などと具体的な協議に向けた調整を進めています通年採用への対応などについて話し合われる見込みですが大学側は就職活動の長期化によって学業に影響があると主張していて調整が難航する可能性もあります